主任の村井健太郎です。マコリーノです。今夜は音楽漫画をテーマにしてお届けします、はい。うん、まあ漫画もありますしアニメーションもね結構たくさん。そうですね、うん、私あの最近だとボッチザロック、あアニメから入ってちょっと原作も見ました。あのボッチちゃんのちょっとコミュ障なところがね可愛くて、でも曲かっこいいんですよね。そうなんですよ、うん。そう、音楽をテーマにしたといっても、まあ、バンド系の漫画だと、いろいろ、僕らだと、僕らって一緒にしちゃったけど、いいですよ。あの、やっぱり遠い。ですよね。上條敦が遠い、よかったな。先生の遠いですね。で、遠いは、当時画期的だったのは、あの、歌詞も言わなければ、はい、演奏の音も、うん、あのいわゆる効果音とかでは一切描かれてなくって、うん、まあ音も何にもセリフもないんですよね、歌ってるシーンはね、はい、確かに。そこがすごいかっこよくって、うん、結局ああいうのってどうしてもなんかこうあの頃特にそうだけども、まだ80年代とか90年代の頭ぐらいって、はい、音楽を何か、まあ、特にロックって言われるものを、うん、漫画の中で表現しようとしたりアニメの中で表現しようとしたりするとちょっとかっこ悪くなりがちで、でも遠いはかっこよかった、そうじゃないっていうのが多かった中で遠いはすごくスタイリッシュで、うん、まあ、上條敦先生の、まあ、作画のうまさというか絵のうまさも相まってですけど、はい、うん、すごくかっこよかったんですよね。だし音がでも聞こえてきますよね、うん、本当明らかに吉川浩司っていうのがモデルの、まあ、登場人物だったりとか、はい、まあ、あのニアっていう女の子が出てくるんだけど、ね、はい、あれは当時のねノッコにちょっとイメージが近いっていうような、うん、感じではありましたけど、でもそういうこうだん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 そういうこう音楽を漫画の中で表現しようとしたり、はい、アニメーションの中で表現しようとしたりとかするのがあって、でも僕的には結構ルーツはあの江口さんが、あの江口久志さんがやっぱり音楽、はい、漫画の中ですごくこう上手に取り入れて、かっこよく、ひばりくんがあの歩いてるシーンとか、うん、まあ、佐野元春だったり松任谷由実だったりとか、はい、大滝一だったりとかっていうような、まあ、いわゆる今シティポップって言われるような音楽が漫画の中で結構たくさん出てくるのがあって、うん、で Go Ahead っていう短編漫画がありますけど、す、ね、バンドやる、はい、で、あの怪我しちゃって二人でギターを弾きながらっていうのがかっこいいんですけど、あの江口先生が書くあの、うん、楽器が そうですね、めちゃめちゃこだわりを感じるというか、うん、あのご本人がねギター弾かれるから、はい、うん、なんか最近ギター弾いてるあのテレキャスとかもまたそのまんまだしそうですよね、うん、あのあと女の子にギター持たせるイラストとかも結構たくさんあって、はい、やっぱりそれを今みんながかっこいいとか思ってるとか全然知らなかったけど、あ、こんな音楽あるんだとか、それこそクラフトワークとか YMO とかも、うん、まあ、そこからいろんなこう音楽を聴いた、うんうん、っていうね世代でもありますよね。多分そうだと思うんですよね、うん、本当になんかこうタイムラグなく、うん、漫画の中にそういう今中学生とか高校生が聞きたいと思ってるような音楽を漫画の中に登場させた。そうだからラジオから結構洋楽を知ったりとか、うん、まあ、そういう時ではあったんですけど、漫画から音楽を知るっていうのもね。そうですね、マカロニほうれん草もそうなんですけど、うん、鴨川燕さんやっぱり どっちかというとハードロックとか、はい、あ の方が強かったんで、でもそれでもやっぱりこういうのなんだって、これレコードジャケットが元ネタなんだとか、うん、なんかそういうのが面白かったっていうのはありますけどね、はい、うん、まあどんなところから皆さんね音楽漫画始まってるのかなってね、はい、一つメッセージご紹介すると、はい、ラジオネームタイピエンコさん、はい、私が好きな音楽漫画はやはり倉持房子先生の代表作いつもポケットにショパンですと、はい、作品としては1980年頃だからまさにそうですね、まあ、そのさっき言ってた時代ですよね、うん、古いんですがとおっしゃってますけど、いやーこれはねハマった人多かったと思うし、うん、今からでもいいのでアニメ化をしてほしいですというメッセージが届いてました。確かに今アニメーションで今のアニメーションの技術であれを、ね、表現したらどういう風になるのかなというのはちょっと見てみたいなと思ったりしますけど、うん、あとはなんだろうな、アニメでマクロスが80年代ですけど、はい、アイドルが歌うことが宇宙人を攻撃するっていう、はい、うん、ことになるっていうちょっとねぶっ飛んだアイデア、うん、ねえ、なんでしょうこの
案を思いついたのがすごいなっていう、うん、そうですね。マクロスはもうそれからずっとシリーズ長く続きますけど、常に音楽を、はい、テーマにしたまあいわゆるロボットアニメっていうか、いやもう、まあ、もう愛覚えていますかがもう今そうですよね、頭の中で再生されますね。うん、あれはね結構画期的というか、うん、ちょっとびっくりしましたけどね、うんうん、まあそういうアニメの中でも、音楽みたいなものを使うんですけど、これはやっぱ難しいんですよ。そうですよね、うん、やっぱりあの口パクだから、うん、その声優さん、まあ、声優さんにしろそのシンガーの人にしろ歌ってるのに、うん、アニメーションの口を合わせるっていうのがやっぱりすごく難しい部分もありますからね、うん、なんかそういう部分も含めてなかなか難しいんだけど、まあ、それをひっくり返したっていうか、うん、軽音、ね、軽音ね、やっぱりそうですよね。軽音はあのメールをいただいてるんですけども、はい、前田慎太郎さんありがとうございます。音楽がテーマの作品とのことで軽音が真っ先に思いつきました、うん、人生で初めて音楽を本格的にテーマとした作品としてあの見た、あ、ね、触れた作品ですね、はい、ということで音楽ものの漫画のジャンルがあることを知った作品でもありました、はい、うん、その後に見た響けユーフォニアムやボッチザロックなどの作品も見るようになりました。私の場合軽音以前は鈴宮春日シリーズで主人公鈴宮春日がバニーガール姿で歌うシーンなど、うん、作品のワンシーンに音楽のシーンがあるという作品が多かったと思いますということで、はい、で軽音は現在公開中の、君の、はい、色の君の色ね、そうなんですよ。そうだ、君の色も音楽バンドを組む話じゃないですか、はいはい、君の色がやっぱりヒットしてることもあって、まあ、音楽をテーマにした、まあ、作品をちょっとは、ね、紹介したいなとかいうのもあるんですけども、確かに山田直子監督のね、はい、今もうすごくヒットしてますよね、はい、君の色、まあこの試写会が終わった後このラジオの中で何度かお話しさせていただいていますが、うん、大変その静かな映画というか、うん、非常に落ち着いたトーン で映像がとても綺麗です。でキャラクターたちの表情とかはすごく丁寧に描かれていて、はい、まあ、その中で、まあ、音であるし色、うん、まあ、君の色という色がテーマになっているんですけども、うん、音が、まあ、音というか音楽が、はい、あの色を持つというか、そうですね、そういうような作品ですので、あの長崎を舞台にしてるっていうのもすごく、うん、ね、はい、印象的というか、いいんですよね、ね、よかった、うん、まあ、日本のアニメーションの、まあ、なんだろう、特徴の一つになりつつありますけど、あの、うん、いわゆるちょっと田舎を舞台にするみたいなのっていうのが、はい、特に映画の場合はなんかそういうものが多くなっていて、東京舞台にするものの方がかえって少なくなってきている印象はありますね、うん、劇中歌がもうすごくやっぱり印象的だったので、そうなんですよね、映画館出るときにちょっと歌っちゃう、思わずそう歌ってしまうっていうねそれぐらいようなやつですけどね、ですよね。であと軽音に関しても、はい、やっぱりその私の周り、うん、お友達の子供とかが軽音でギターが欲しいとか、うん、なるほど、やっぱ楽器屋さん行ったっていう、うん、バンドやりたい、バンドやりたいっていうね、うん、いいですよね、そういう行動まで起こしちゃうっていうのがやっぱ影響すごいんだなと思います、うん、バンドはね、あのベックとか、あ、ベック、ベックもかっこよかった、はい、まあ、映像化もされましたし、うん、まあ、僕個人的にはソラニン、浅野いにおのソラニンがすごく好きで、あのアジカンの曲がすごくいいので、はい、うんうん、漫画とすっごい漫画というか漫画もそうだしすごい合ってるんですよね、あの、まあ、実写されたものに対しても映像に対してもすごく合っていてすごく好きな作品ですね。そうですね、うん、だから漫画もだし結構アニメっていうか映画になったりっていうのも多いので、うん、はい、あのブルージャイアントとか、あ、最近の大ヒット作、ね、ジャズですけど、うんうん、ヒットしましたよね、すごい良かったですね。だから音も楽しめる、そして漫画も楽しめるっていうね、もう2度、うん、2度も3度も美味しいっていうところがありますよね、うん、そうですね。あの響けユーフォニアムにはあの京都のアヒルパパさんからもアヒルパパさんいただいているので、はい、あのちょっと紹介させていいでしょうか、はい、私も、学生時代宇治に住んでいて、京都ですね、京都ですね、それにユーフォニアムを吹いていたので、この楽器を、曲
京都のアヒルパパさんも吹奏楽やってらっしゃったんですかね。部活の人間関係、オーディション、コンクール、そして主人公の3年間の成長物語に自分の成長を重ね合わせ感情が揺さぶられました、うん、また映像は美しく、特に演奏シーンは楽器の指使いと音がぴったり合っていたので驚愕し、そして音楽が聞こえるのは何よりアニメだからこそより楽しめましたということで、うーん、あの響きユーフォニアムが始まった9年前、ユーフォニアムが吹奏楽部の新入部員の希望する楽器の上位になったと。やっぱり影響があるんですね、うん、私が使っていたユーフォを引き継いだ娘から聞いた時すごく嬉しかったですといただいてます。お嬢さんもすごいですね、吹奏楽やられたんですね。いい話だな本当に。あの実際あの写真もね、あのメールに添付していただいてるんですけども、はい、あの京阪の宇治駅とか宇治川のベンチとか、わあ、聖地巡礼だ。そうですね、大吉山展望台とかの写真を送っていただいています。ありがとうございます。はい、まあ、吹奏楽とかもコンクールとかありますけど、うん、あのピアノの森っていう漫画がありまして、 あれがあのコンクールの緊張感、そうです ね、あの本当に何とも言えない、うん、もう心臓がねこう飛び出そうなその緊張感みたいなのが、はい、漫画なのにすごく伝わって、本当漫画は特に音を、ね、来るっていう、あの作品の中で表現するのがすごくこう難しくて、だから緊張感をどう与えるかみたいな、感動してる人の表情だったり、うん、聞いてる人の表情でですよね。ね、それを絵で見せるっていうのがね、やっぱすごいなと思います、うん、さあではここで1曲お届けしたいんですけれども、後半にねお話ししようかなと思うんですが、ギブンという音楽漫画がありまして、はい、うん、そこからお二人リクエストをいただいていて、ショコラテリーヌさんが、ギブンヒイラギミックスの主題歌でいただいてたんですが、はい、今日はシノエムさんからいただいている、ギブン、一曲お届けしたいと思います。冬の話。主任の村井健太郎です。研究員のマコリーヌです。今日は音楽漫画をテーマにお届けしています、はい、うん、で先ほど曲を、紹介しました。篠 M さんからいただいているのは、現在追いかけている作品ですと、ジャンプスクエアで連載中のこの音止まれ、お廃部の危機にあった、高校の、うん、部活、あの琴ですね、お琴、お琴をやる部活で奏曲、うん、奏曲ですね、奏曲部に入ってきた中学では札付きの不良だった工藤千佳とお琴の家元の子で、小さい頃から天才と言われた宝月沢里和の2人を中心に、真剣に取り組み全国大会出場を勝ち取り、そして現在全国大会中というクライマックスを迎えそうで目が離せない作品ですということで、おことの漫画があるんですね。すごいですね。はあ、うん。アニメも2期放送されて、おことの演奏を実際聴けるのはアニメのいいところ、おすすめ作品の一つですということで、ですね、いただいていますね。おことか、うん、でそのさっきの、曲を紹介したギブンですね、はい、まあ当時、高校生がバンドを始めて音楽にのめり込むタイプの話と思って見始めたら、うんうんうん、どうも様子がおかしいかっこ悪いということで、思いっきり BL、 あのボーイズラブですね、はい、のストーリーでしたと。で BL はそんな見ないんだけども、うんうん、気になって、しまって、ストーリーが気になってしまって追いかける羽目にって書いてありますけども、このバンドの行方も気になりますしね。そうですね、まあ、今年の今月 9月の、後半に映画、そうなんですよ、ギブン海へが公開というちょうどいいタイミング で、今回ね、うん、音楽漫画気になる方はぜひですね。でショコラテリーヌさんもね、そうですね、ショコラテリーヌさんもギブンでてらっしゃるあのテレビアニメ映画化やドラマにもなってますということで、はい、うん、イケメンたちのあのこじらせぶりもなかなかこじらせぶりがねいいですよということで、あとはあのヒプノシスマイクをいただいてますね。これはラップですね、うんうん、これもねかっこいい、学生とかすごい好きな、こう いたので、その時見せてもらったことありますけど、かっこいいですよねこれもね。なるほど、まあ音楽と一言に言ってもいろいろね、うん、たくさんあります、ありますよね。
もうクラシックもあれば、まあ、バンドもあるし、のだめとかね。あ、そう、まあ、なんつったってのだめはもうブームになりましたからね。のだめは、まあ、でもあれでクラシックを知った人もいるし、そうそう、あのラフマニノフとかね、入り口になりましたよ ね、 あの、そうですよね。あと CD めちゃくちゃ売れたんですよね。いや、そののだめのコンサートとかもありましたしね、うん、そうですよね。だからあれはそれはすごい、だからある意味こう、うん、まあ、メディアミックスというか、うん、ね、だからクラシックだって僕らはその音楽の授業で初めて聞くみたいな感じだけども、はい、当時の人たちにとってはあれが流行の音楽で、うん、ね、最新の音楽だから、なんかそういう、はい、そういう感じをこうのだめは教えてくれるっていうかのがあって、入り口としてクラシックあれでコンサート行った人たくさんいるでしょうからね。いると思います、うんうん。でクラシックといえばですね、はい、ベホイミさんからいただいているのは、ありがとうございます、手塚治虫先生のルードヴィヒ V ということで、ベートーベンの生涯を描いた未完の作品ですが、はい、演奏シーンが他の音楽漫画だと演奏者の演奏シーンの厚さ、楽器の描写などで書いて曲を表現しているところ、うん、曲自体を立体物とかを書いて表現していて、うん、ピアノ演奏もプロ並みの、手塚治虫先生らしい表現だなと思いましたということで、うん、手塚さんらしいですね。うーん、なんかそういうこう曲自体をものというか、まあ、こういう形にして表現をするっていう、まあ、新しい表現をね本当に最後までされていた方ですから、うん、ね、ルドヴィヒはめちゃくちゃ面白いですよ。まあ、今日はなんかすごく新しい漫画から、ね、そうですね、結構懐かしい漫画まで、懐かしい漫画までいろいろ出てきてますね。出ましたね。あ、これもだな、坂の上のアポロン、坂の上のアポロンね、まあ、最近ですけども、はい、とこの番組でも紹介したレコード少年かけると、これはどなたでしょうか。これはね、正文さんからいただいてますね。あ、正文さん、ありがとうございます、うん。でも音楽漫画って不思議ですよねっていただいてるんですけども、うん、歌唱シーンや演奏シーンは絵なのに、うん、知ってる曲でも知らない曲でもなぜか頭にメロディーが流れてきて、もっと漫画の中に引き込まれてしまいます。漫画を通して初めて知る曲も多く、のだめカンタービレのラプソディインブルーや、うん、坂の上のアポロンのモーニングなど、またアニメ化映画化などによりタイトルだけの曲が本物の音楽になったり、現在は、さらに漫画と音楽がより強い結びつきになっていると思いますと、これからも魅力ある音楽漫画が増えてほしいですねということで、本当ですね。でもあの最近この番組で紹介した普通の軽音部、うん、あ、そうですね、これもかなりハマりますよ、うん。この間2巻って言ったけど3巻まで出てましたね3巻までもう出てるということで、はい、ぜひ紙でもあの電子でもどちらでもですけども、でやっぱり聴きたくなるんですよね、その曲を、うん、そうですね、うん、で今ってこう、うん、自分でプレイリストとかも作れるじゃないですか。そっかそっかそっか、うん、そういうことしても楽しそうな気がしますね、うんうん。その特にあの実際のバンドの音楽が結構 何曲も紹介されるから、あれはコンピモロが出るんじゃないかな。アンディモリはね、アンディモリとか跳ねましたから ね、 ね、 YouTube で。そうだから、いやっていうかコンビが出てほしいです、うん、コンビ出るんじゃないかな。ただレコード会社があちこちでとかね、ああ そ, うか、うん、そういうのがちょっと難しいかもしれないけど、いいですよね、あればあるんですね、うん。さあ今週は音楽漫画ということで、はい、たくさんメッセージもいただいてますが、うん、X でもハッシュタグ、はい、漫画研究室であなたのお気に入りの音楽漫画つぶやいてください。それとここで一つお知らせなんですけれども、はい、沖縄の皆さん、はい、ちょっと寂しいんですが RBC アイラジオで、放送してきましたこのラジオ漫画研究室、うん、今夜が沖縄の方とはお別れになってしまうということで、はい、いやでもね、なんか、またたくさんメッセージとか、うん、そうですね、いただいてたから、あと X からポストしていただいたりとかしてて、沖縄の方とも仲良くなれて嬉しかったですね、うん、はい、皆さんありがとうございました。メッセージ、この番組ラジオではなかなかね、はい、聞けなくなるっていう方も、うん、その沖縄の方いらっしゃると思うんですが、はい、ラジオ漫画研究室は、Spotify、はい、それからラジコのポッドキャスト、うん、
アップル、はい、アマゾン、うん、それから音声配信アプリのボイシー、うん、YouTube でも楽しむことができますので、はい、これからそうですね、そういったねポッドキャストとか、うん、YouTube で追っかけていただけると嬉しいですね、うん、嬉しいです。 YouTube はチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。これを言いたいんですよね。そう言ってみたかったやつ、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。音楽漫画メッセージもね、あの西直哉さんとか、はい、ラクダさんからも音楽がテーマの特撮を送りますということで、うん、はい、仮面ライダー響き、あーそっかそっかそっか、送っていただいてましたね、うん、まさかこっちに来るとは、うん、あるとこういう特撮もあるということでね、うん、メッセージいただいてました。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで最後まで聞いていただいてありがとうございました。番組ではメッセージやリクエスト、取り上げてほしいテーマを募集しています。漫画@rkk.jp までお寄せください。番組のツイッターもあります。アカウントは漫画 RKK です。ハッシュタグ漫画研究室でも感想などつぶやいてくださいね。それではまた次回をお楽しみに。